ナミです。フリーターです。1ヶ月前に坊主にしました。憧れのモデルさんが坊主にしたので真似しました。友達とか家族は私が坊主にしてすごい驚いてました。今日は髪の毛が伸びてきたのでまたバリカンで短くしてもらいます。髪の毛剃り込み入れました。似合いますか？ナミです。機械体操のコーチしてます。今日はこの髪を刈り上げたいと思います。刈り上げる理由はミスコンが終わって気分転換にバサッといきたいと思ったからです。刈り上げるのは初めてですごく楽しみです。私が刈り上げる様子をご覧ください。今日はこのぐらいまで切って刈り上げます。本日髪を切るのはブリーチのしすぎで髪が傷んできたからです。本当マジで新鮮でなんかお父さんみたい。どうですか？後ろを刈り上げてもらってで長さはまあショートヘアくらいにしようかなと思っています。弥生です。今日は髪の毛をここまで切って刈り上げます。今日髪の毛を切る理由は人生に一度バッサリと切ってみたかったからです。でこれだけバッサリと髪の毛を切るのは10年ぶりです。ちょっと緊張半分楽しみ半分な気持ちです。髪を切ることは友達には言ってきました。そんなに切らなくてもいいんじゃないというふうに言われました。会社の方では、髪を切ることは言っていないので多分出社したらびっくりされるじゃないかなと思います。
あこです。踊り手やってます。今日は短く切って刈り上げします。これだけ短くして髪の毛も刈り上げるのは人生で初めてなので緊張してます。新しい髪型どうですか？似合いますか？ルイです。会社員してます。今日はバリカンでバッサリ刈り上げます。今日刈り上げにするのはイメチェンのためです。今日刈り上げにすることはルームメイトにだけ言ってきました。他の人には言ってません。髪切りました。似合いますか？こんにちは、マリノです。児童劇団の劇団員をしています。今日はここまでバッサリ切って刈り上げます。髪を切る理由はヘアドネーションをするためです。そのためにここまで伸ばしました。ショートカットにするのは人生で初めてなのでとても緊張してます。バリカンで刈り上げたことは今まで一度もないのでドキドキしてます。私が髪をバッサリ切って刈り上げる様子をご覧ください。今日は髪の毛をバッサリショートにしていきたいと思います。普段はモデル業をしています。髪の毛を短くするのは3年ぶりぐらいです。今回は、モデルをしているのでイメージチェンジをしたいと思ってます。すごく楽しみです。髪の毛バッサリ切って刈り上げましたけど、似合いますか？アミです。主婦してます。2ヶ月前にツルツルのスキンヘッドにしました。今はこれだけ伸びました。今日は伸びてきたので、バリカンでカットからバリアートします。バリアートを入れました。似合いますか？